はい、こんにちは、小太郎です。翔太くんです。2022年6月30日までチャンネル登録者5万人を目標にしてます。面白いと思ったりいいなと思ったらチャンネル登録高評価、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとね、コメントね、最近全部返してます。たくさんコメントしてください。よろしくお願いします。何でもいいんで、もう本当に立機感覚でお願いします。まあ例えばね、あそこのガストの店員マジ態度悪かったなとかあったりしたら皆さんそういうの普段あると思うんで、だからストレスを書き込む場所なんだ、うん、どんどん書いてください。顔文字一つで返します。最低やん。いや、はい、ということで本日はね、代々木公園と行きます。はい、僕らの動画で代々木は出たことないよね。まあ、何度か撮影を試みたことあったけどなんかクライダーの何だろうね、ちょっと 何本かボツになってるよね。そうなんだよね。今日はもうやっと撮りに行こうってことで行くんですけど、来たはいいけど緊急事態発生しました。危ない人いるんだよ。緊急事態、はい、はい、じゃあ三島特命に行きます。はい、場所を決めました。誰が？僕らです。アホだ。アホいるよ。ということで、急に運転中に運転手が隣でいきなり、あ、場所忘れた。もう着いたんですよ、今。ということで、まあ、代々木公園からね、なんと、いいとこあるじゃないですか。はい。MS 東京、これめちゃくちゃ近いです。ということで、今から場所買いに行きます。それは間違いない。ちなみに何でやろうとしたんですか？今日は一応このナイキのスニーカー履いてきて。ありえない。終わりでしょ、これでやろうかなって思ったんで。ありえない。バスケ舐めてる。ということで今から MS 東京向かっていきます。ということで皆さん、ここです。 MS 東京では着きましたけど、こんだけバッシュいっぱいあります。いや、めちゃくちゃあるね。今ちょっとバッシュの入れ替え時期で、本当はもっといっぱいあるみたいで、これからどんどん新作入ってくるらしいんですけど。ちなみに新作プーマ出たらしいですよ。プーマいっぱい出てますね。買います。いや、ちょっとラメロのモデルがいいな。バッシュどうすか？あー、目星ついたんすか？カイリーっす、これ似合ってます。これどうすか？どうすかね、微妙っすね。彼急にバッシュ買うとか言って、はい、僕らのお金勝手に使ってったんですけど、確かに急に2万円僕らのいきなりだよね、口座から。皆さんどっちがいいですか？これ完全に白身、白身ですね。初手じゃあこっちください。ソックスがちょっとアディダスなんで、ちょっとナイキのソックスも今パッと選べます。君いくら使うんですか？使いすぎっすよ。いくら使うんですか？ナイキこの辺あるんで、どれにしましょうかな。どれにしようかな。まあ時期的なもんもあるのかな。ということで、こちらに決まりました。はい、ということでヤニス対カイリーということで、これで今日は代々木でバスケしたいと思います。じゃあ今回こちら買わせていただきます。はい、MS 東京さん本当にこんな感じで品揃えめちゃくちゃあるね。やばいんで本当に、まず皆さんも絶対来た方がいいです。ちなみにこの動画を見て MS 東京に来ましたって言うと、おっと、なんと、おっと、ナンパオフにもなりません。定価で買ってください。はい、ということでじゃあ向かってみますか。行きました。めちゃくちゃ天気いいです。くん、はい、バッシュ収益で買ったんですけど。足立くんまたやってるっすよ。甘やかしすぎっすよ、彼のこと。こういう流れっすよ。あ、それスワックルの神奈川のリュウさんっすか？本当に多分リスナーっぽい。あ、ガチなリスナー。ちゃんとリスナーだった。もう一回いいですか？すみません、スワックのカメラマンのリーさん。そのくだりをやってる時に本当にそうだったよね。分かんなかった。そうだよね。え、そうだよね。普通に知り合いかと思った。意外と増えたよね、言われること。うん。居酒屋とかで言われること結構。ビビるっす。横浜が多いんだよ。そう、横浜行ったら絶対言われる。一番ビビったのは、電車で、電車で目つけられて、あれ一番やばかった。あ、ちグループでめっちゃ焦ってた。俺、洋服買いに行って、なんかパーカー見てたんですよ。で見たら値段が一番ついた。ついた。着きましたね。ここっす。夕日がいいよ。バッシュじゃあちょっと開封していこうかな。りゅうくんどうすか？え、よくない？これ何のモデル？これはアービングです。アービング、アービング、いいね。え、めっちゃよくね？もらいます。
え、君何やってんすか君、こいつもやばいっすわ。場所忘れたって言って、すいません、今ちょっとあのバッグの中探してたんですよ。あのやっとできるってなったんだよね、バスケをね、うん、したらバスパンが見当たらないやばい、もうダメだ。え、終わりだ、俺のスワッグクルー。じゃあやらすな。本当スワッグクルー本当ひどくて、ボール忘れたのが一番ひどかったよな。まあ実は僕もバスパンないけど。俺またやばい、デニム入ってデニムでバスケになる。お前せめてシャカシャカとかで来いよ。お、oh。